ウィリアム・ソン軍は、アメリカ合衆国入りの一州に位置する軍である。2000年現在の人口は6万1296人である。この軍の軍長所在地はマリオンである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1151平方キロメートルである。このうち1097平方キロメートルが陸地で54平方キロメートルが水地域である。 総面積の4.72%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口6万1296人、2万5358世帯、及び1万6964家族が暮らしている。人口密度は56平方キロメートルである。25 平方キロメートルの面積の中に27,703件の住宅が建っている。この軍の人種的構成は白人95.34%、アフリカン・アメリカン2.49%、先住民0.27%、アジア0.50%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.38%、及び 混血0.98%である。人口の1.24%がヒスパニック、またはラテン系である。この群内の世帯構成は18歳未満の未成年者のいる世帯が29.50%、同居している夫婦の世帯が53.40%、夫のいない女性の世帯が10.20%、及び単身世帯が33.10%である。 28.90%の世帯所有者が独立生計を営んでおり、13.30%が一人暮らしの65歳以上の高齢者世帯である。1世帯あたりの厚生人数は平均2.35人であり、1家族あたりの厚生人数は平均2.89人である。この群内の住民は22.90%が18歳未満の未成年者。 18歳以上24歳以下が8.60%、25歳以上44歳以下が27.90%、45歳以上64歳以下が24.10%、および65歳以上が16.50%となっている。中央値年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は93.90人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.70人で、ある。この軍内の世帯ごとの平均的な収入は3万1991米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は4万692米ドルである。男性は3万2386米ドルに、対して女性は2万1570米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は17,779米ドルである。人口の14.60%及び家族の11.40%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の19.60%及び65歳以上の10.60%は貧困線以下の生活を送っている。ウィリアム・ソン軍は 米国史上数回の暴動が発生していることから、しばし、血塗られたウィリアムソンと例えられることがある。主なものとしては、1876年のブラディバンデッタ、1906年の石炭ストライキ、1922年のヘリンでの大虐殺、1924年のクラン戦争、1927年のビルガー、シェルトン構想などである。 1920年代には、イリノイ州兵が問題を起こしそうな都道を解散させるため、また治安を維持するために、しばし同地に配置されることがあった。インターステートハイウェイ57号が通過しているほか、マリオンにウィリアムカウンティリージョナルエアポートがあり、シカゴのオヘア国際空港などとの間に、定期便が就航している。ファインド、A カウンティ、ナショナルアソシエーションオブカウンティーズ。 http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 fin 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。